元皇居のエアコン担当の明仁です。今回お送りするのはエアコン工事追加費用発生で損したとか失敗したとならないためにここだけはチェックしてねっていうことについてお話をしたいと思います。ここのとこね、モデルチェンジに伴って旧モデルをうまく抑えた方がいいですよとか、作業員の人たち腕のいい人ほど3月バッタバタしてる可能性高いですよとか、いろいろお話をさせてもらってます。結局皆さんにとって一番エアコンのね、取り付けのやりやすいというか一番悩むのは、ネットで買うのか量販店で買うのか二極化の部分というのは結構多いと思うんですよね。本体だけを買うならね、ネットの方が安いよとか、でも工事まで頼むんだったら量販店さんの方がいいかなとか、もしくは地元のね、エアコン工事屋さんがいいのかなとか、いろいろ悩まれると思います。で、結局どっちがいいの、どれが安いのっていう、これだけの質問だったら僕たちは分かりませんとしか言いようがない。なぜなら設置先の皆さんの状態によって価格ってね、すごい変わっていくんですよ。それとあとは皆さん方の例えばこだわりとかね、そういったものによっても変わってきます。なのでまず基本の大原則、いわゆる量販店さんでいうところの、そこに込められている設置費とは何なのかということを押さえておいて、その上で自分たちの住むところ、自分たちがエアコンを取り付けたいところがどういうふうにはみ出ているのかということを把握して、でそこを把握した上で問い合わせをする。当然一番間違いないのは実際見に来てもらって見積もりを取るっていうのが一番いいんですけど、ネットは当然ないですよね。で、量販店さんでも時期だったりお店さんによっては見に来てくれるってケースもありますが、まだまだ見に来てくれるところっていうのは難しい。かといって地域のね、お店さんに見に来てもらうと、もう値段が高くてもうしぶしぶやらなきゃいけないなとか、ちょっと怖いなとか、頼みにくいなとか、いろいろあるじゃないですか。なので間違いない、迷わない、失敗しないためにここだけはチェックしてっていうことについてお話をしたいと思います。まず大前提としての基本工事に何が含まれているのかということ。細かいところによってはね、量販店さんによっても違うかもしれないので、あくまでもざっくりとした目安だと思ってください。基本的には室内機と室外機が4メートル以内、配管が4メートル以内、そして専用コンセントがついているということ、それと壁にはもう穴が開いているということ、それと室外機と室内機が同じフロアっていうんですかね、2階につけるんだったら2階のベランダに室外機をつける、1階だったら地面に室外機をつけるという、基本的にはそのシンプルな仕組み、これが基本的には機器設置込みというところに含められている値段になります。だから皆さん方がそれで収まるよっていうことであれば、おそらく大きな失敗はないでしょう。ただそういうお客さんばかりではないのが現実なんですよね。なので本当ね、失敗しました、追加費用たっぷり取られましたとかいうのもあれば、つけてもらいに来たら作業できませんって言って帰られてしまいましたとか、本当ね、いろいろなパターンがあります。なのでそういうところで泣かないようにするために、基本工事からはみ出ていくものがどんなものがあるのか、大きく分けて4つの系統に分かれると言っていいかもしれません。一つは隠したい系。何を隠すか、室外機を隠したいとか、配管を隠したいとか、家の外観にこだわりがあるから室外機を裏に回したいよとか、配管が露出してると嫌だから壁の中に配管入れたいよとか、もしくは壁の中に配管が入っちゃってる状態で入れ替えをしてもらいたいよとか、もうね、そうなってくるともうめちゃめちゃ割高になってきます。そもそも基本料金の中に入っている4メートルをまず越しますよね。で、それともう壁の中に入っちゃってるものを使って入れ替えをするときに、万が一その配管そのものに問題があった場合にどうしますかっていう問題も出てくるんですよ。なので隠しちゃってる系のものは要注意です。そしてあとはこだわり系ですね。こだわり系、何にこだわるか、やっぱり配管のカバーをつけたいよとか、あとはね、機能ですよね。特に加湿機能がついてるエアコンどうしてもつけたいよってなった場合には、一般的に開いてる穴では通らない可能性が結構高いです。そうすると穴を開け直す。まだね、木造ならいいんですよ。でもコンクリートの壁の穴を大きくするってなったらもう大惨事ですよ。でもうね、大事になっちゃいます。穴は一つ開けるだけでもね。なのでこだわり系の人は要注意。それとあと内々系ね、内々系、
開口なし、専用コンセントなし、場合によっては室外機の置く場所すらないとかってね。なんだろ、ベランダにはもういろんなものが置いてあって室外機置く場所ありませんとか、もうベランダあたり一面もう植物が置いてあってとても置けませんってなると、もう結局壁に室外機をつけるとか、マンションのベランダなどであればね、上の方につけるとか、もうそこも追加工事が発生しちゃうわけじゃないですか。それとね、あとね、4つ目にこれが一番きついのは怖い系ね。怖い系って別に怖い人が出てくるわけじゃないです。お客さんが怖いとかそれで別途料金発生しますなんて、そんなことではないです。ただ要は高所作業ね、高所作業が発生する。自宅のね、屋根の上に乗せてくれとか、屋上に乗せてくれとか、あとはあの危険作業ね、ちょっとその置く場所に行くために落下の危険があるようなところを張っていかなきゃいけないとか、そういうケースね、意外とあるんですよ。もともと最初につけた時はなんともない周りが空き地だったけど、次の入れ替えの時は周りがね、もう家が建っちゃって、ちょっと屋根伝いに行かなきゃいけませんなんていうことになるとね、もう危険作業になるし、やっぱり一人作業じゃできないから二人作業でやんなきゃいけないっていう形になると、どんどんね料金がかかっていきます。ただこれ事前にね把握しておくことによって冷静に比較検討ができるけど、来ちゃってやってもらってつけてもらっちゃってから高いだなんだって言ったって、もう話がややこしくなっちゃうだけになるじゃないですか。なので基本料金を抑えた上で、それで当てはまらない場合にどういうものが当てはまらないか、さっき言ったように隠したい系に、こだわり系に、ないない系に、怖い系、この4つの何々系のどれに該当するのか、いくつもに該当しちゃうのか、そういったものをちゃんと把握して、できれば携帯などで画像だったり、差し支えがなければその周辺をね動画で撮っとく。画像で撮るとね、皆さんがここでこんだけあればいいだろうと思っても、僕たち設置する側からすると、ここで止めちゃダメよとか、ここで切れてちゃダメなのよってケースがあるんですよ。なので画像で撮るなら撮りたい場所の周辺も含めて撮る。できれば動画でゆっくりと周辺を撮っといてくれる。それと中と外ね。でできればそれにさらに、そのコンセントがないようであればブレーカーが並んでるところに空きブレーカーがあるのか、もしくは空いてないけどブレーカーを1個増設することが可能な場所があるのかとか、あとはそのブレーカーとつけたい部屋の位置関係、どれぐらいな、どんな状態になってるのか、できれば手書きでもいいから間取り図なんかがあったりするとなお良しです。いかがだったでしょうか。今回は安い高いを論じる前に、追加費用が発生して泣きを見る前に、皆さん方がどういった場所にエアコンをつけるのか、損しないためのエアコンの設置場所チェック項目ということでお送りさせていただきました。なるほどな、納得したよという方、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。元皇居のエアコン担当のアキニでした。それでは失礼します。家庭用エアコン、業務用エアコンのお問い合わせについては、概要欄に貼ってありますサイトをご確認の上、メールにてお問い合わせください。